皆さんこんにちは。今日もよろしくお願いします。何々は何々です。前回は A は B ですという文型を勉強しました。今回はそれをもとにした否定文、A は B じゃありません。疑問文、A は B ですか？という文型を勉強していきます。まず、否定文を勉強していきます。前回学習した A は B ですという公式を思い出しながら、新しい公式を見てみましょう。名詞1は名詞2じゃありません。A は B じゃありませんとなります。これは A イコール B ではないという意味を表します。A は B ですのですをじゃありませんに変えることで否定文が完成します。これは話し言葉です。書き言葉では、A は B ではありませんと、ではありませんを使いますので注意してください。それでは、早速単語を入れ替えて言ってみましょう。お手本に続いて言ってみてください。それは車じゃありません。私は鈴木じゃありません。林さんは先生じゃありません。スミスさんは日本人じゃありません。部屋は123号室じゃありません。例文で私という単語が登場しました。ここで認証代名詞について整理してみます。認証代名詞とは、話して、受けて、および談話の中で指定された人や物を指す代名詞のことで、英語なら、I, you, he, she などがありますね。日本語では、この認証代名詞は非常に多くの言い方があります。まずは基本的なものを覚えましょう。表を見てください。簡単に説明すると、一人称とは話し手である自分のこと。二人称は聞き手である相手のこと。三人称は話し手と聞き手以外の第三者を説明する場合に使う読み方です。画面を見てください。フォーマルな言い方としては、男女とも一人称が私、二
二人称があなたになります。また、三人称は男性が彼、女性が彼女です。このことを頭の隅に置きながら、これからの学習を進めてください。この表はこれから何度も登場しますので、徐々に覚えていってください。次に疑問文を勉強します。文末にかがつくと疑問文になります。前回学習した A は B ですという公式を思い出しながら新しい公式を見てみましょう。名詞1は名詞2ですか？ A は B ですか？となります。これは A イコール B なのか？と尋ねる意味を表します。文の終わりに助詞かがつくと疑問文になります。これは今回見ている名詞1は名詞2ですか？の文型に限らず、ほぼすべての文型に当てはまります。つまり、日本語のほとんどの文は、最後に助詞かをつけることで疑問文にできるということです。簡単ですね。再び公式を見てください。Yes の場合、はい、名詞1は名詞2です。はい、A は B です。No の場合、いいえ、名詞1は名詞2じゃありません。いいえ、A は B じゃありません。疑問文に対する答え方は、疑問文の内容に応じて、はい、プラス肯定文、いいえ、プラス否定文となります。答えるときには、主語、名詞プラスはは何回も言わなくても明確なので、省略されることが多くあります。Yes の場合、はい、名詞2です。はい、B です。No の場合、いいえ、名詞にじゃありません。いいえ、B ではありません。また、答えるときに名詞に B の部分をそうで置き換えることもできます。この答え方は非常によく使われますし、簡単ですね。Yes の場合、はい。そうです。No の場合、いいえ、そうじゃありません。前回学習したように、A は B ですか？の A、つまり文の主題が入る部分には、あなたはほとんど使われません。相手の名前を知っている場合は、できる限り、相手の名前プラス継承で呼ぶか、主語、あなたプラスはを省略してしまうのが望ましいです。疑問文を使う場合、ものの位置関係、つまり、指示代名詞の使い方に注意しましょう。自分にとってはこれでも、相手にとってはそれという場合もあるからです。図を見てください。この絵では、話し手が近くの鉛筆を指して、これは何々ですか？と聞いていますが、
聞き手は鉛筆が相手の領域にあるので、それは何々です、と答えています。次の絵はその逆になっていますね。鉛筆は聞き手の領域にあるので、話し手はそれを使いますし、聞き手はこれを使って答えます。次の絵では、話し手からも聞き手からも遠く、あれと言っています。さらに、次の絵では、話し手からも聞き手からも近く、これと言っています。お互いの領域にあると考えられます。それでは、早速単語を入れ替えて言ってみましょう。お手本に続いて言ってみてください。これは鉛筆ですか？はい、それは鉛筆です。ダニール・スミスですか？いいえ、私はダニール・スミスじゃありません。田中さんは先生ですか？はい、そうです。スミスさんはアメリカ人ですか？いいえ、そうじゃありません。部屋は123号室ですか？はい、部屋は123号室です。皆さん、いかがでしたか？それでは、今回の学習事項をまとめます。A は B です、の、です、を、じゃありませんに変えることで否定文が完成します。これは話し言葉です。書き言葉では A は B ではありませんとではありませんを使いますので注意してください。A は B ですの文の終わりに助詞かがつくと A はB ですか？と尋ねる疑問文になります。答え方は、Yes の場合は、はい。No の場合は、いいえを使い、はい、A です。いいえ、A じゃありません。あるいは、A を、そうと置き換えて、はい、そうです。いいえ、そうではありません。とします。次回は今回学習した疑問の応用を中心に練習していきます。これで今日の授業終わります。復習しっかりしてくださいね。僕だけの声
佐藤さんはギターを上手に弾きます。佐藤さんはギターを上手に弾きます。並べて、椅子を並べてください。書いているのを人に、何々はどこにありますかという文型を思い浮かべることができれば正解できます。外は雨でしたが、私は傘がありませんでしたとありますから、4を選びます。晩ご飯の後はテレビを見たり買い物をしたりしてください。学生は初めに何をしよう。5番。皆さん、この講座でしっかり勉強して絶対に合格しましょう。